ショッツ田中です。今回はファローを使ってドミネーションやっていきたいと思います。さて行きましょう。行くぞ皆の衆、ブラボーにブラボーに。敵はいないか？いないなあ。いた。どうしよう。ちょっと僕の最近お気に入りのシーホーちゃんが、待って、結構いるみんな引き気味ですね引きすぎ。ちょっと待って、よしよし、いいんじゃない。ほい、これでなんとか取ろう。あ外れた、ごめんUAV ゲット、オッケー。待て、あともうちょっとでヘルストームだったんだけどな。今回はちょっとね UAV を持ってきたんですよ。オッケー、いいよね。やっぱ UAV あるとこうね、分かりやすいでしょ、戦場がね。って言ってもあれなんだけども、味方さんのねためになるので、ちょっと膠着しがちな最初の方のなんか序盤のね動きをほぐすような意味合いで持ってきましたけども、いい感じだよね今ね。さあ来るか。いや、あそこやべえ。普通に2人いるし。ん？こっちはあそこ好きだね、敵さん。オッケー、危な。待て。おい、マジか。イエーイ、ナイス。誰かのフラグで脅威を処理的な感じですね。もう弾がない。でもこれ車で、マジか、ガーランドだ。いいな、次ガーランド欲しいんだよな。よいしょよ。マジか。でもブラボー守れてるんですけど、そういえばね、今日はねちょっと話したいことがあってですね、昨日の動画見ましたか皆さん。YouTuber とプロゲーマーについてちょろっと話したんですけどね、それの中にちょっとコメントでね、YouTuber が仕事なわけないだろみたいな感じのねコメントがね何個かあったような気がするんですけど、そうその通り、 YouTube はね仕事じゃなくて趣味だろみたいな感じのねコメントだったんだから、ちょっとそれにねお答えする形なんですけど、 YouTube ってね趣味もそうなんですよ。そうその通り。でもね、仕事で YouTube をやってるって人もね中にはいらっしゃるんですよ。いろいろこう3種類パターンがありまして、1つ目は YouTube を趣味でやってる、動画作成とか、動画投稿とかを趣味でやってる人たちで、2つ目は事務所に依頼されて YouTube で活動してる人たちで、3つ目がこういう僕みたいに YouTube をやりながらこう仕事の依頼なんかを受けたりする人たちっていう3パターンに分かれるんですね。だからね YouTube が皆さんの中でね仕事には関係ないとかそんな感じは思ってる方はね、全然それも確かなんですよ。それだけではないってことですね。要はYouTube はねいろいろと参加しやすいコンテンツなのでね、皆さんがねこうバーバーやってたら趣味なんじゃないかなって思うあれでも、結局ね世の中っていろいろねあるじゃないですか。スポーツ選手にも何にしても、結局は人を集めることができるコンテンツっていうのは仕事になるんですよ、簡単に言うと。だから人がすごい興味関心を持っていっぱいの人が集まるところにはお仕事が生まれるんですね。そこを生かして、例えば自社製品を宣伝したいだとか、あとはなんだろうな、自分をアピールしたいだとか、いろいろあるんですね。理由はいろいろあれど、人が集まるところにはねお仕事っていうものが発生するんですよ。逆に人が全然集まらないところは何も仕事にならないという、仕事になってたとしてもそこがもう続かなかったりするんですけどね。結局は、人が集まるコンテンツだから、ニコニコ生放送とか、あとはニコニコ動画でもあれは仕事の、分類に入ることだってあると思いますよ。だって生放送で公式チャンネルがいろいろ、チャンネルいろいろあるでしょ。それで有料コンテンツ化していろいろ稼ぎにしてる人だっているし、あとは企業が生放送のチャンネルを開いて宣伝に使ったりっていう、いろいろあるじゃないですか。だから割とねみんなが思う身近なコンテンツって仕事になりやすいっていう形ですね。なんでね、まあ趣味がてら始まったら仕事を受けちゃったっていう人もね、例えば絵描いてる人なんかは多分そんな感じでね、最初からこう仕事のために絵を描くんじゃなくて、好きだから絵を描いて趣味がてらやってたら有名になってっていうね、形も多いのではないかと思いますね。まあいろいろだから趣味のこう趣味をもっと超えたところに仕事ができるってことはよくある話なんですよね。まあそれ言ったら大体スポーツも大体ね、趣味でやってる人たちだとか、それをスポーツのプロとしてやってる人たちってまあ分かれますから、多分それと同じですね。はい。でもってね、昨日僕がYouTube のねことなんだっけ、確か YouTube まあやっててもみたいな、親御さんどうのこうのみたいな話をしたじゃないですか。あれね、まあ話には続きがあってですね、ちょっと5分だけではね説明しきれなかったんですけれども、YouTube とか例えばプロゲーマーやったとするじゃないですか。でプロゲーマーやってよくなんかこうテレビで見る、例えば収入はどれぐらいですかっていう風ななんだろう、まあアンケートじゃないんだよね、あれ普通にインタビューで言ってる額をまあ聞くと、やっぱりなんか大学初任給とかそれプラス賞金みたいな形でねやってるじゃないですか。でプロゲーマーのそういう選手生命っていうのは25歳って言われてるらしいじゃないですか。まあ25から超えてくると結構厳しいことになるよっていう風なことはね言われてるじゃないですか。おらそのね25歳から例えば何かを始めますさあ、まあ何かを始めるというか、この前言ったそれでもいいんじゃないですかって僕は言ったんですけど、現実的なことをまず言いますと、25歳でそれで30歳まで例えばプロゲーマーができたとする、例えば YouTube も人気コンテンツなんで、大体ねその自分のねまあ人気のチャンネルがそれが何年続くか分かんないですから、例えば30までにする。じゃあ30から何をするかっていうと、じゃあ何ができるかっていう風にねつながってくるわけですよ。例えばプロゲーマーだったらゲームの会社とかに入って逆にプロゲーマーをサポートする形だったり、そういう風なプロゲーマーのチームに入って、そこでマネージャーなり、それかまたプロゲーマーをこう作り上げるみたいなね、自分の知名度を生かして、僕が作ったこうプロゲーマーチームがあるのでスポンサーになってくれませんかっていう営業もね多分あると思うんですよ。でそれで YouTube バージョンって言ったら、 YouTube って結構難しくてジャンルがいろいろあるじゃないですか。でそれで事務所に所属してる人と事務所に所属してない人がいるんですけど、その人がじゃあ新たにこうなんだろうな、じゃあこの自分のチャンネルのねコンテンツを引退して他に何かやることがあるかっていうと、なかなかないわけなんですよ。で両者何もなかった場合、例えばこう中途採用のまあ正社員になれれば全然ね OK ですよ。でもまあ世の中ねそんなまあ簡単に正社員になれるかっていうと分かんないんですんで、まあこうね派遣社員だとかってあるじゃないですか。派遣社員になった時の年収ってかなり低くなってしまうんですよ。自分が今まで YouTube で稼いでたりだとか、あとはプロゲーマーで稼げてたりとか、それが例えば自分の年齢10個上みたいな、だから20代で30代の人の年収を稼ぎ出す、そういう風な投稿者とかプレイヤーになったとすると、30代いざなってみた時に20代と同じまたは20代の正社員より低い賃金で働かないといけなくなってしまう場合があるんですね。なんでまあ、どれぐらい差があるかっていうと、こんな感じで20代30代のこれは平均年収、正社員の平均年収なんですけど、でこれで次は派遣社員になった時のこの平均年収、この変化ですよ。だいたい100万円ぐらい違うんじゃないですかね。それぐらい変わってくるんですよ。だから安易にじゃあ YouTuber になればいいのかプロゲーマーになればいいのかではなくて、そこをちゃんとしっかり見極めないとまずいってことですね。だから例えば、まあ、簡単に言ったらYouTuber で人気が出たとか、あとプロゲーマーでそういう強くなった、その先をなった時に考えなくちゃいけない。まずは人気になって、そこからもうスタートラインみたいな感じですね。僕のねなんだろう、友達にも声優になりたいっていう人がいたんですけど、やっぱり声優もこう今ねかなり人気職ですけど、やっぱりあれもねいくつもアニメが無限にあるわけじゃないので、結局はオーディションで落ちたりだとか受かったりだとかいろいろあるんですけど、それに対して圧倒的人数が多いらしいんですよね。なんでそこら辺でもやっぱ声優になりたいって人はいっぱいいても、なってからがこう難しい、なってからそれでどうするかっていうのが難しいっていう形でね現実が見えてくるっていうわけですね。だから昨日のはねほんといいように聞こえるけど、本当本当はというか現実的に見ると、例えば20代で30代の分の年収を稼いで例えばねやったとしても、こう30代になった時にそれがじゃあ40代の稼げるかっていうわけではないっていうところが難しいですよね。なんで皆さんもまあ人気になりたいの先をまた考えるっていうこともね重要かと思われます。というわけで今回はこんな感じでファロでドミネーションやってまいりました。皆さんもぜひぜひね職業っていうものはいろいろありますので、それの20代30代超えて30代超えてからが多分差がついてくるところだと思うので、そこを見てみると意外と職業の先が見えてきたりするかもしれません。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。